せっかくなんで今習ったことを使ってですね、はい、ちょっと応用編、はい、ちょっとバレンタインが終わったばかりということで、はい、今なんかシチュエーションで一言っていうことを言うコーナーとして、バレンタインのちょっと遅めのバレンタインチョコをもらった時の一言みたいなのをね、ちょっと遅めの、ちょっと遅め、今もうバレンタイン終わっちゃったでしょ。あ、じゃあ遅れてちょっと渡してきた時の一言。メアさんとかいっぱいもらうでしょね。どうですか今年は。いやもうほんとファンの方にたくさんいただいて、そうですか、ありがたい。それはありがたいっすよね。じゃあもう視聴者の方々が待ってるんで、はい、バレンタインの遅れた時の一言、池田さんからいきましょう。俺から、ね、じゃあ台本でいくと池田さんから、ね、え、はい、いやいや無理でしょ、うめえ。池田さんからいきましょう。いやもうそんなこと、埼玉の汚いやつできて。いきましょう、お願いします。昼間の星、え、そこのじゃあ前に立っていただいて、もらったっていう体で、お、遅めのね、一言、はい、さあそれではいきましょう、池田さん。池田のちょっと遅めのバレンタインチョコをもらった時の一言お願いします。何え、お前さちょっと遅くない？遅れたね。遅れんたいんでだね。終わった。遅れんたい、帰りのタクシーを用意してください。すぐ帰れるように。早急に帰ります。ダメだ。しかも梅原さんの前に立ったから多分すごいみんなもう今暴動が起きてる。大丈夫かな。さあ、なるほどね。まあ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 いいじゃない。じゃあもう最後また用意しておきますわね。じゃあお前行けよ。お前行けよ。ほら。お前行けよ。お前行けよ。お前梅原さんの前に。ふざけんな俺だと。ちょっと遅くない？あ、でもありがとう。あ、じゃあ俺も付き合ってくれ。お前が遅めのバレンタインやるから俺はちょっと早めのホワイトバレンタインしちゃった。ホワイトバレンタインって言うんだ。やばい、ちょっと事故だ。ホワイトデーって言ったらホワイトバレンタインちゃった。村上大丈夫、帰りのタクシーあるから一緒に乗ってこ、同じ方面だから大丈夫。あ、やだよ。ちゃんと考えたのに。ちゃんと考えたのに言い方間違えた。何お前がそんなのやってんだよって突っ込まれようとしたの。しかし自分で突っ込む、お前何してんだお前。恥ずかしい。いやの早めのホワイトデーは結構いいじゃないですか。そう、早めのホワイトデーちょっと考えたんですよ。お前が遅いから俺は早めのホワイトデーだっていう返し。まず、遅れんたいんではどうする？いや、まあ、ジャブとしては、ね、優しい、なんて優しい。ジャブ、全然ストレートじゃない。いや、渾身のストレートだ、お前。お前のストレートはジャブに見られる。なんだよ、じゃあちょっと、梅さん行きましょうよ。はい、梅さん、もう本当にもうボケなしで、本気なしで。じゃあ、ボケねえよ。さあさあ、さあ、それでは行きましょう。